待って場所があるんですけど。そう、高山祭りっていうの、山車って読むがと、肘みたいなのは良くないです、本当に。そうね、こうちょっと、まあ、たまたま、もう高山の方にも岐阜にもいますね。あ、そうそう、放送は4月3かな、ちょっとあやふやすぎて、あれ 23? 私23だっけ、23か、あれ25、23、あ、23だよね。え？あ、放送です。未完全の放送。合ってるか。シカゴと一緒の気がする。え、一緒じゃないよ。未完全、チカちゃん、でしかも初の乱入組でした。あやか、こんばんは。え、すごい新鮮です。まあ、なのでぜひ見てください。ご覧ください。はい、で戦いました。はい、おかわりしたの。おかわりやね、しなかった。多分私しゃべりすぎて、谷組さんいた時今日、まあその未完成だったんなんか、その前回、そのカニライクサニーで東海ラジオしてるっていうのもあって。そのなんていうの、東海ラジオさんで出したかのように、はい、したことをまあ生かしただけみたいな感じなんですけど、そうで、なんかその行ったんですよ。なんかそういえばショールームで、本当だよってめっちゃ言われて、私も私でやっぱまあその東海ラジオさんの
呼んでいただけるかわからないです。恩返しをしたいなと思いますね。意外とね、はい、そうですね。なので、また未完全もラジオも、あ、で、そうで、私今さっき知ったんですけど、そのスペシャルに、これってマジで本当に配信で知るわけよ、みんな。あ、そうそう、マイコさん14周年で、そうなんよ、多分みんな今さっき知もちろんね、お祝いもしてるか、ちょっと すごいね、めちゃめちゃ。ありがとうございます。知らない。マジ。毎回そんな、こういう。で、今さっき知ったみたいな。私出るの？マネージャーに忘れられてるとかじゃない。本当に今日もっていうか、まあ髪を切かなんか素晴らしい髪型でしたね。たらなんかもう何十年と同じ病院に通ってるらしくて、しますとか、なんかもうその言わず座ったらもう切られるみたいな。なんか結構短く前、はい。まあでもすごい似合いますよね、きのこさんは。あの髪型が、目が短くされるとかアイドルあるある。私もなんかまあ行きつけの美容院はあるんですけど、でも本当にいつも若干って言ってます。前髪切るときも若干って。若干しか切らないですね。ではでございます。ありがとうございます。ありがとう。誰が短くしたの？なんか今、わかんないや。ありがとうございます。409でございます。大人っぽく見えられたい。なんか 占い方に生きた方がいい らしい。
アバターの話は何も来てません。生誕くじも。と思いますね。まあでもなんか2ヶ月ぐらい生誕くじ締め切りは知らない、だから何も情報来てないんでまだですねだから私こんな焦ってないっていう、何も情報来てないんでまだ大丈夫かなと。多分来月とかじゃない、締め切りは分かんないですけど、心の宿題出たみたいになりますね。本当に夏休みの課題をギリギリになって、はい、頑張り出すみたいな。ちょっと計画を立てて、もちろんやってたんですけど、勉強も難しくない、宿題は出してた。はい、私結構本当に怒られはい、だから宿題やり忘れたってのは、うん、あとあと結局やらない、最近何か怒られたこと、そんな最近はないかも。ピノって言って怒られたそれね、セーフです、大丈夫でした。それの通り、まあいろいろありますね、その辺は。あのピノは OK、込んでもう大胆にコンクリートでこけて、で抜けなかったから、そのなんていうの、車輪っていうの、なんだっけ、怖くて。それかなんかうまいこと乗ってた気がする。うん、まあ本当に申し訳ないけど、スカートには、けどまさかと思って。そんなこと起きると思わなくて、うん、まあ、でもやばい、間に合わんと思ってとっさに出た、もうそれしかなかったね、取れなくて。そう、チェーンにカバーしてないね、してないんかな、わかんない。チェーンにカバーなんかあるもんね、巻き込まないやつみたいな。あ、そうそう、でそれでもう動けなくてやばいと思って、でどうしようと思って引っかかって倒れ、なんていうの、もう引っかかった状態で倒れてるんで立ち上がれなくて、で通りすがりの、おじいさんとおばあさんがここで走ってきてくれて、大丈夫かって言われて、そう、いや引っかかっちゃったんですよって言って、で本当に2人がかりで頑張ってやってくれたけど全然取れなかったから、もう私が「あ、ハサミあるんでハサミで切ったら取れますかね？」って言ったら「もうそうするしかないな」ってなって、はい、もう本当に最終手段で切ることになりました、スカート。申し訳ないんですけど、はい、もうそうじゃなきゃもう本当に
もうそうじゃなきゃ永遠そこで倒れてた私 永遠倒れてましたね。思い出ですね、遅刻したってなると それで遅刻しましたね。これは遅刻したことない ないです。安心して、ないから。愛理も同じことしてたんだよね。そう、言ってたわ。ロングスカート、まあね、危ないから、ロングスカートで乗っちゃダメ、ダメです。やっぱ経験みんなあんのかな。カニライクだからハサミ持ってるわけではないよね。なんか基本常に入れてたんですよ、あのちっちゃいハサミ、そのペンケースに入るあの用に、普通に100均とかで売ってるちっちゃいハサミあるんですよ、マジでめっちゃ何でも切れる。はい、常に持ち歩いてました。交際用の小さいやつではないです、そんなちっちゃい遊びではないけど はい、やっぱその時からかな、やっぱりやっぱカニライクが確かそれできる前の話だと思うんですけど やっぱ意識高いんかな、やっぱり、やっぱね、やっぱもう決まってるんだ、やっぱ前世は私カニなのかな、カニなんですかね。今なんて言った？裁縫？なんて言った？今なんて言った私？包裁？裁縫？なんて言った今？もう私それなんか3回目ぐらいその同じミスするの 裁縫だ、裁縫 カニの夢は見ないです。カニだから知らないな。カニだから知らないね。確かに。出た。山車でしょ、山車。確かに さかやにカニ食べ放題のカニ三昧のメンバーで食べないと意味がないんで、はい、カニ買いをしない。くら寿司のカニは食べてない。なんかカニフェアみたいにやってたんだよね、終わったのかな、もう。誰にあのメンバーの漂わせないとな まあでもメンバーは結構知ってるよ、メンバーはますよね、もちろんね、そりゃ。てかめっちゃどうでもいいこと言っていいですか、どうでもよくはないけど私の中ではすごいどうで、まあどうでもよくないことです、どうでもな、よくないことなんですけど、5月から値上がりするじゃないですか 5月から値上がりするんですよね、いろいろ5月からいろいろ値上がりするんですよね、っていうちょっとびっくり
お、正解。キュウじゃないし、まず。キュウじゃないんで、やめてください。違います、違います、全然全然話正解は、そう、正解はサウナの話。っていう話。はい、終了。こんばんは。どうも皆さん、こんばんは。おしんさんの給料はちょっと本人に聞いてください。知りません、私は。スタバもそう、値上がり。スタバもだ。そう、思い出した。スタバもです。スタバもですよ、皆さん。スタバ好きの方は特に聞いてほしい。カニも値上がって、すごい、毎日スタバ行ってんだ。朝マックも上がる可能性あんの？おしにお魚嫌いなメンバーに会えずに。のお魚振る舞う。ね、振る舞ってほしいね。私お魚大好きですけど、食べたい。食べたいです、おしりさん。焼津のお祭りがよろしくお願いしてほしい。ね。ちゃんだったっけな、最後行ったの。ロケで。それ以来、たまに、そう、それ一体以来行けれないので行ってないんですけど。そう、犬山、なんかすごいくくりなイメージ。かつてもめっちゃ懐かしい。これもなんか私なんかね、なんかさ、昭和村だっけ、多分ね、ちっちゃい頃ない、多分あるんやとろうけど、記憶にあんけど、なんか言われたり、おばあわかる？はよ回ししやんって。名古屋も言うか。の人しか使わないんですね。じゃない？牛の人しか使う。そうですね。多分そういうのができて、なんか、あ、そうね、あの時間がないのさ、だし、めっちゃ前だけど、4回目ぐらい多分すんの。そうですね。あ、そう、新幹線から見えるね。
羽島の分け合って、まあ、パーティーする時とかに食べた方がいいかも。うん、ピザも、もうパーティーもパーティーしてた。そう、まあ冷凍したら大丈夫です皆さん。ピザじゃありません。ピッ。パーティー始める？始めますか？はい、まあでもちゃんとあの家の冷蔵庫を確かめてから、あのやっぱ買い物に行くっていうのは大事ですね。一個学びました。なんで？あ、パーティー時代の話。何いつのパーティー声懐かしいですか？ね、本当に。毎日パーティーですか？そうですね、思考の中、思考回路は毎日パーティーなんですけど、はい。やめろってアイアイに怒られてたの？怒られてたというより、まあ怒られるってわけじゃないけど、もっとこうした方がいいよってアドバイスをくれたけど、その違う意味で怒られてたけどね。はい、違う意味で。違う意味とは、あ、うるさすぎて、うるさすぎて怒られたっていうのはありますけど、うん。あ、できた。あ、私と後藤さんです。後藤さんと一緒に怒られてましたね。懐かしい。怒られループしてた。怒られループしました。そう、変なボタンを押しました、私が。はい、やめて。レオナさん、レオナさんに怒られたコンビはやめなさい。57分ありがとう。まあそろそろ時間ということで、皆さん今日も皆さんありがとうございました。チュリさんにも長生きで怒られてた。めっちゃ覚えてるやん。違う違う、その時に、まあいいや。また今度、これはまた今度話します。ということで皆さんありがとうございました。皆さんありがとう。明日はお昼過ぎぐらいに多分配信するかもです。お昼過ぎぐらいに、はい、多分夜は配信できないので、お昼過ぎぐらいに、はい。